皆さん、7月23日って何の日か知っていますか？野々市市では市民にもっと子どもの読書に関心を持ってほしいとの願いを込めて7月23日を野々市子ども読書の日としています。7月から8月にかけて市内の児童館や公民館など子どもの読書に関わるいろんな施設で一斉にいろんな催し物が行われております。市内の公民館とか、あと児童館、あと子育て支援センターや、あと市内の子ども園とか、そういったところにも協力をお願いしております。お話し会や、あと本の貸し出し、しおりをプレゼントとか、そういったいろいろな各施設のその状況に合わせていろんな取り組みを考えて行ってもらっています。また市民全体で子どもと一緒に読書を楽しんでもらうため、野々市子ども読書活動4か条が設けられています。のびる子みんな大好き読書の時間、ノーテレビノーネット、広がるうち読家族、命と知をつなぐ大人への読書、力を合わせて楽しい図書ボランティアの4か条になっています。子どもの読書なんですけど、やっぱり図書館に来るのはお家の方に連れてきていただいたりとか、あと小さいうちは自分で読むっていうよりお家の人に読み聞かせてもらうとか、一緒に本を読むとか、やっぱり子どもの読書は家族みんな、地域みんなで取り組んでいく問題、考えていく問題よっていう思いがやっぱ込められているこの4か条だと思っておりますので、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思っております。はい、学びの森カレードでも様々な活動が行われていました。こちらではカレードスタッフがテーマに沿って 2,3 冊の本をまとめたハテナパックがあります。袋に書いてあるコメントを手がかりに新しい本との出会いが楽しめます。自分で本を探すと同じテーマとか同じ本というかを借りがちになってしまうので、ぜひ新しい本との出会いを楽しんでいただければという思いで、カレードのスタッフ児童担当だけではなくてみんなで作りました。児童向けだけでなく中高生や一般向けにも準備されています。中高生向け数は少ないんですけども、ぜひ手に取っていただければと思いますし、学習席を利用に来たお子さんたちにもちょっとそう興味を持ってもらえるような、はい、テーマになっております。一般向けだとやっぱこの今のコロナ禍なので、なんかそういった時代にお家で楽しめるものとか、そういったものもいろいろ皆さん考えて作られています。ハテナパックが新しい本との出会いを増やしそうですね。こちらでは本の探し方や図書館の使い方を学ぶ講座が行われていました。案内を務めるカレードの小沢館長に伺いました。小学生に、上手に図書館使っていただきたい、そういう気持ちで、図書館の裏側も含めて、よく図書館を知って、その上で、利用していただきたい。今回参加した子どもさんだけでなく、口コミでそういうことが広まっていくと、この間図書館の裏側見たんだよみたいな、そういう人から人へっていうので、図書館に、子どもたちがたくさん来る。でそういうのを目標にして、開催したわけですけども、すごく、興味深そうに皆さん、参加されてましたね。最初に図書館に関するクイズが出されました。
はい、まずその1、本探すとき皆さんどうしてます？本を探すときにはどうすればいいか。まず一つ目、自分でコンピューターで探す。コンピューターっていうのは自分で図書館の中の検索機でもいいし、お家のパソコンでもいいし、そういうので調べる。2番目、超能力。超能力で調べる。3番目、図書館の人に聞く。自分で探すのめんどくさいから図書館の人に聞いちゃおう。はい、じゃあ正解なんだと思う？1番、2番、3番、正解だと思うのを挙げてください。1番、あー、ありがとうございます。はい、正解言いますね。ちょっと下の方ですけど、正解、全部正解です。ただ2番目の超能力で調べるは超能力がある人だけですけど、1番挙げた方が一番多かったですけど、自分でコンピューターで調べるのももちろん正解です。ただ3番目の図書館の人に聞くっていうのもこれ大正解です。はい、そのために我々いるようなもんですから、どんどん図書館の人使ってください。その他にも借りたい本がなかった場合についてや、カレードにある本の数などの問題が出され、子どもたちは楽しそうに答えていました。ここからは2組に分かれて図書館ツアーに向かいます。あれなんていうか知ってる？あれね、ここに高いところに本があるでしょ、あれはねブックタワーって呼んでるんだけど、こういうところにある本以外のしまう本をあそこに入れてあります。だから普段はあそこに皆さんは入れません。あそこにある本を読みたかったら図書館の人が行って取ってきます。じゃあ今日はちょっと特別に、行ってみたいと思います。カレードのシンボルでもある高さおよそ9メートルのブックタワー、普段立ち入ることができない場所にいざ潜入です。こういう感じ。じゃあ上まで行ってみるよ。はい、どうぞ。怖い？怖い？大丈夫だよ。ここは普段は使わない本が置いてあるところね。はい、じゃあこちらどうぞ。高さ9メートル、およそ3階建ての高さから見るこの眺め、皆さん足元の隙間から見る地面にちょっぴり怖そうにしながらも進んでいました。下見たら隙間から下が見えるのが怖いよね。次に向かったのは本の倉庫です。普段はあんまり借りることの少ない本の倉庫です。こちらには多くの棚があり、借りられることの少ない本や古くなった新聞なども保管してあります。こうやって開けるんだけど、ここ何も入ってないね。人を監視するとちゃんと止まってくれるので、挟まれないようになってます。本棚が自動でスライドすることや本の出し入れをする際の安全面について説明がありました。ガーッと来て止まんないよって時はここのオレンジ色のこれを押すと止まります。でそういうふうに挟まれない設計になっています。次に訪れたのは事務室です。こちらでは本の返却口の裏側を見ることができます。外からポストを入れたらこんな感じ、こんな感じ。これ今本の返却の様子ね。これね、ここに乗ってるだけじゃなくて、ここにアンテナが、機械が入ってて、ここがこう通過すると、これで返却処理されます。だからまとめてこうやって入れられると、この2冊が返却されてなかったりするので、1冊ずつ入れてくださいっていうふうに言ってます。その他にも
予約した本の受け取り場所や本の除菌装置を見て回りました。ツアーが終わると参加者に図書館博士の認定書が渡されました。おめでとうございます。はい、はい、参加者に感想を聞きました。参加してすごく楽しかったのでまた参加したいです。すごい高いところに書庫があるのがびっくりしました。普段は行けないところにテーマ別のものがいっぱい並んでたからすごいと思いました。まだ知らないこととか気になったことが知れてよかったです。やっぱり子どもさんは非常に普段は見られない場所とかそういうところすごい興味があるようでしたんで、すごく興味深そうに遊園地のアトラクションを楽しむみたいな感覚で子どもさんが参加されてたんで、こちらとしても意外な喜びでしたね。参加者にとって夏休みの貴重な体験になったのではないでしょうか。イベントたくさん実施してそのイベントにたくさん参加してもらう子どもたちも含め大人の方も図書館を、ね、居場所として使っていただけるような魅力的でいつ来ても面白いそういう図書館にしていけたらなというふうに思っております。野々市子ども読書の日が人生を豊かにする本と出会うきっかけになるといいですね。